法律隊は日本のバイオリニスト、愛知県出身、小学6年生からバイオリンを始める、東方女子高等学校音楽科の第1期生として入学。1953年、日本で最初の室内オーケストラ、古典音楽協会を中心となって、創立、初代コンサートマスターに就任した。当時まだ普及していなかったバロック音楽や、 古典学派の音楽を中心に室内オーケストラとして定期演奏会を行い、地方都市における演奏会やラジオ等に出演し、注目を集めた。1957年、東方学園短期大学卒業後、プロムジカ弦楽始終相談の第二バイオリンとなる。プロムジカ弦楽始終相談として、大原美術館創立30周年を記念して1960年に、 同館ホールにて、ベートーベンの弦楽四重奏曲、ラズモフスキー第一番等を演奏する。40年後の2000年にも創立70周年を記念して、同じメンバーで、同じ曲を同美術館で演奏している。東京交響楽団の客員コンサートマスターを務め、1964年に NHK 交響楽団にコンサートマスターとして入団する。 1967年から1968年までウィーン私立音楽院に留学、終了した。1991年に NHK 公共楽団を退団した。斉藤記念オーケストラには、発足時より参加し、水戸室内管弦楽団でも楽団員代表を務めるなど、小沢誠二と音楽的な結びつきが強い。東京大学音楽部還元楽団のトレーナーも、 努めている。水戸室内管弦楽団は2011年3月11日に発生した東日本大震災を受けて復興支援の名目で同年7月10日に東京のサントリーホールにおいてチャリティーコンサートを開催した。収益金の一部を水戸市や周辺市町村の小中学校で震災により被害を受けた 吹奏楽部の楽器修繕や東北地方の甚大な被害によって活動に大きな支障をきたした仙台フィルハーモニー還元楽団などへの支援のため寄付を行った。2012年1月18日、水戸市立三の丸小学校吹奏楽部に堀が楽団委員代表としてチューバを贈呈した。周辺の小学校にもマリンバやスネアドラム、 アルトホルンなどを贈呈している、専属学園大学の講師として、更新の指導にも当たった、ありがとうございます。